こんにちは。今回は KSC のトカレフ TT33 ピストルガスブローバッグをご紹介したいと思います。これが KSC のトカレフのシリーズではね、一番最初に出たんですけれども、先にね、X コンプとかね、あと54クローンとかをねご紹介しちゃって、いつもねゲスト出演だけだったんですけれども、やっとね単体のご紹介ができる日が来ました。はい。でこのぐらいやっぱり我が家にも、あとハドソン製の昔のやつありますけれど、銀色のやつはもうご紹介しましたよね。でこのぐらい揃ってくるとね、やはりダミーカートも欲しくなってね、ダミカも揃えました。はい、こんな感じですね。なんか変わったやっぱり格好してますよね。モーゼルの弾に一瞬似てるなぁなんて思ってるんですけどもね、このボトルネックのところとかはね、はい、まあ、かなりね、競争弾というかね、なんか強力なねパワーを感じるような、ダミーカートですね。で弾頭の形状もね、なんか独特のものがありますね。はい。でこれ購入したのはですね、記録を見ますと、記録というか KSC さんからの伝票を見ますとですね、平成25年になってますね。平成25年というと何年ぐらい前なんですかね、7、8年前ですかね。でこの頃ね、メンバーズ入会受付中なんてやっぱりやってるんですよね、まだね。はい、そんな時期のものでした。で外観的にはね、今からゆっくりとこうお見せしたいなと思うんですけども、なんか軍用銃らしいシンプルな外観でいいですね。で子供の時モデルガンのトカレフはね、ハドソン製のしかなかったんで、あんまりね正直魅力的に感じなかったということで、まあ私は持ってなかったですね。友人で一人持ってるのがいたかな。でそれから女子モデルに規制で樹脂化された後は、やはり、ハドソンさんがね出してましたね。それこそだから丸井のエアコキなんかにもトカレフなんていなかったですよね。あんまりそういう、なんていうんですかね、やっぱり冷戦の影響ですかね、どうしても東側の銃ということで、まあ人気があんまりなかったのかなって気がしますけれどもね。で改めて今この時期になって、まあ手に取ってみるとですね、非常に結構握りやすくてバランスも良くて、32オートをちょっとね伸ばしたような感じですよね。でグリップはねちょっと太いですけれどもね。で特にねこのクローンについてきたこの木栗なんかはもう本当にあっていうぐらいいいし、で X コンプになるとさらにバレルが、まあバレルっていうか本体はそのままなんですけれども、マズルブレーキの分ね全体が伸びてね、スラッとしてね、なんかシンプルな外観の中にね、そのスッと伸びた部分がキュッとこうあるのがね、非常にねなんかおしゃれにも感じてきますね、この年になると。まあ何でも良くなってきちゃうんですけれどもね。で KSC 製はね、スライドをちゃんと引かないとね、一発目打てないっていうリアルライブオペレーションですからね。作動はねこんな感じですね。なかなかね、軽快に動きますよね。KSC さんのねやっぱりガスブローはね、僕は結構ね以前からもご紹介してる通り結構好きでね、なんていうんですかね、こう味があるっていうのかな、こだわりが細かくてね、最近のまあ残念ながらねシステム細分化された後のやつっていうのは作動優先になってますけれども、例えばクーガーとかね MQ 系の古いモデルなんていうのはね、それなりにリアルさを追求したりしてね、なかなかこの凝ってますよね。だからどうしてもモデルガンの匂いをね、残していきたいというコンセプトなのかもしれません。マガジンはね、こういう単列弾倉というんですかね、一列のマガジンですね。一列は一列でね結構安定はしますよね。でガスの注入口は塞がれてますんで、ここにねちっちゃい爪があるんですけども、これをねこっちにこう下げてグッて下げるとですね、ここのねポッチが落ちていくの分かりますよね。落ちてそれでこう抜けて、でガスはここから注入できるということになっています。よいしょ。初速をちょっとね測ってみましょう。
最近ねこのお手軽計測が主流になってしまったんですけれどもね、よいしょ、こんな感じでいいかな。おや、計測できない、軸が合ってないのかな。もう一回ちょっとやってみますね。得意のねグダグダ感で、今日はねちょっとね申し訳ないんですけども、二日酔い気味で一日ぼーっとしてるような感じですねまあね普段からぼーっとしてるんでね、このぐらいのねぼーっとしてる方がね落ち着いたね動画作りができるかもしれませんね。いよいよ氾濫が始まったかな。これも何度も落っことしてますからね。やっと計測させてくれました。このぐらいですね初速はね。はい、まあ安定の規制範囲内ということで安心して遊べるエアソフトガンですと。ホールドオープン姿もね先ほどから言ってる通り本当にシンプルですね。はい、で今マガジンの温度は25.8度でした。はい、ということでね、通常の春から夏にかけては十分元気ですけれども、まあ、軽水さんのやつもねマガジン冷えやすいようなところがちょっとありますけれども、そこさえ気をつければね、まあ、冬でもね室内でしたら全然遊べますよね。はい、どうでしょう、ホールドオープン姿比較しましょうか。他もねこれ独特でかっこいいですね。ホールドオープンしてこれっていうのはね、ね、なんかこの形が普通でいいじゃないかって感じですね。ちょっとだからバレルがほんの少し伸びてれば楽しいのにね。こいつはねクロムメッキされたね、メッキじゃないな、ここアウターは金属なのかな。はい、綺麗なバレルがついてきてますね。まあ、私はあんまりねそのニコイチとか着せ替えってあんまりやらない方なんで、まあ軍用銃ですからねこんなとこピカピカ光ってたら困ることもあるでしょうしね。はい、この、プレーンっていうんですかねノーマルの、T33 なんか改めて見てみるとやっぱりシンプルイズベストみたいな感じになる感じですかね。で今気がついたんですけれどもね、これもしかしたらシリアルナンバーって例によってあれか、あそうですね、はい、一丁一丁やっぱり違うんですね。はい、こんな感じですね。納品伝票のシリアルナンバーとねちゃんと符合してますね。さすがですね。やっぱりシリアルナンバーっていうのはね、まあ、ある程度そのメーカーが直販する場合特にそうですけれども持ってると追えますよね。まあ、仮にね、販売店経由だったとしてもねロットぐらいは追えるはずなんでね、まあ、何かの時には非常にいいですよね。まあ、何かの時っていうのはその、ネガティブなことばっかりではなくてね、例えば部品でねあこれまずかったなっていう時にはねそこに声かけしたりできますしね。やっぱ管理的には非常にシリアルナンバー管理っていうのはいいですね。はい、この辺りもね KSC さんのこだわりが十分に見えますね。はい、じゃあ例によってね平成25年時点での、マニュアルです。改めてねずいぶん前にね私マニュアル6スポ読まないでポカやったことがあって、これからはちゃんと読みますなんて誓ったばっかりなんですけどね、相変わらずねこのマナーについてのねところが非常にねあちこちに出てきます。室温にね合わせてここら辺にもマガジンはねしばらく部屋で放置してね温めるようにしてくださいって書いてある時にもお子様の手が触れないようにとかね、非常にこういうね至る所に注意書きが出てきますね。これは非常に好感が持てますね。我々みたいに下手にねもうベテランだと勘違いしちゃってる世代はねむしろこういうところって読み飛ばしちゃいますけどね、もしこれ初めてね、1丁目を買いましたっていう人は多分舐めるように読むはずなんで、そういった時にあちこちに注意書きが出てるというのは非常にいいことですね。
こんな感じですね。で始まりますと、この後ね、はい、大好きなね、あの勉強コーナーですね。本当にね、ここだけね、一冊にしてね、売り出せばいいのに、 KSC さんという感じで見てもらいやすいようにきちっとアップにしますね。どうでしょうね。で、我々がっていうか、まあ私だけかもしれませんけども、認識してる以上にトカレフやっぱバリエーションがちゃんとありますね。やっぱりね、かなりね、そのなんていうんですかね、愛されたってわけじゃないですけれどもね。ところがこの間新しく来たね、ガンプロフェッショナルで見たらね、新しいロシアの正式拳銃はね、もうなんか思いっきり PX4 かなんかか、あるいはクーガかみたいな感じでね、ロシアらしいっていうかデザインではなくなってましたね。ほんと近代銃になっちゃってましたね。こんな感じですね。この一番端っこの下のやつなんかちょっとかっこいいなね。あとこんなのもちょっとね、試作っていうのをちょっと見てみたかったですね。これはなんかすごいコンセプトが途中から変わったのかなっていう感じですね。まああと東側の場合はね、やっぱりその東側の陣営にね、供給しなければならないっていうこともあってね、やっぱり作る時にどこで精度を出して、まあどこはもう適当でいいよみたいなね、メリハリは多分つけたと思うんですよね。そういった意味ではそれなりの工場で生産されている西側の銃器よりも、ある意味その生産設計という意味ではね、この東側の代表格が優秀だったのかもしれませんね。 AK なんかまさにその典型ですよね。はい、どうでしょう。まあね、コメントいただいている皆さんの中でもね、東側拳銃好きな方いらっしゃるようなんで、そういう方には今回はね、義理を果たせたかなみたいな気はしています。まあ、私もね、趣味がね、それなりに偏ったところもありますんでね、まんべんなく持ってるわけではないっていうところでね、その辺はご承知を聞いただきたいなっていうところですね。はい、やっぱりこのあったかい季節ね、ガス風呂楽しいですね。ただね、ガスがね、随分高騰してますんでね、その辺ね、どのぐらいまでにね、パワーソースの方がね、今のまんまでいけるのか、まあ、仮に例えばね、リキッドチャージがダメになって しまってくるとね、それなりに古い銃は全部ね、置き換えなければならなくなりますんでね。まあ、昔みたいにね、一生懸命空気タンクでね、ここにホースつけてっていうのもね、まあ、それはそれでいいのかもしれないですね。私はね、あんまりもう最初試射したらそのまま、まあしまい込んだ、あと観賞用みたいな感じになることが多いんで、あまり困らないですけれども、まあ結構ゲームやったりね、あとまあ家でバン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 ね、打つような方はね、深刻な問題じゃないかなと思いますね。もう環境にかこつけてね、めちゃくちゃな理論がまかり通ってますんでね、レジ袋なんか典型例ですけどね、素晴らしかったですね。この間ね、小泉進次郎大臣がね、46% っていうその目標値に関してね、頭の中でね、浮かんできたんですよみたいなね、ネットではもうオカルトかよみたいな感じで、いや本当にね、まあ、少し、まあ、スタッフはいると思うんですけれどもね、もう少しね、ロジカルにやってほしいっていうことと、やっぱり自然科学っていうものに関してはね、やっぱり専門家の知見をよく聞いてね、いかないとまずいなと思いますよね。裏を返せばあれはもう本当狂ったように原発推進するぜっていうことにも取られちゃいますよね。変換効率考えたら、太陽光発電とかね、風力なんていうのは、大きな方の風力なんてのはもうほぼ挫折ですからね、今ね。私は個人的には、小水力っていうのの併用、それと日本の石炭火力のね、効率ものすごく上がってますんでね、ああいうのをうまく活用していけばね、まあ原子炉、今ね、原子力発電、3.11 以来ほぼ止めてね、やっていけてるのは事実なんですけれども、やはりそれだけね、エネルギーの海外の依存度が高くなってるのは事実ですんでね。って言ってたらね、
やっぱり海水からねウランを取り出すとかね、なんかすごい研究もどんどん進んでいたりね、トヨタに至っては光合成までね、すごいですね。もうねあっちこっちもうメーカー生き残りで必死ですね。化石燃料からの脱却っていうのが21世紀の多分テーマの一つにはなると思うんですけれども、全体の環境影響を考えるとね、太陽電池なんていうのはね作る時にものすごい環境負荷かけてますからね。それとしつこいようですけど変換効率が今の状態、あるいは大気圏の中でやるようなもんじゃねえんじゃねえかなって気は私はしてますけれどもね。そんな中ね、重機の方はね基本原理は変わらずですよね。火薬の力で弾を飛ばすということが実銃の世界では、未だにやっぱりそういうふうになっていると。で、ちょっとねこういうね、動画サイトで語ることではないかもしれないんですけれども、もうこういう世界ではなくて、ミサイルとかね、そういうあと生物化学兵器とかね、なんかなんていうのかな、目に見えない、あるいはもう絶対に避けきれないような防御のしようがないようなものを作っていく限りね、やはりねなかなか人類のね要するに平和っていうのは難しいのかななんてことは思っちゃいますね。もちろん銃もね十分物騒なもんなんでね、我々はね相変わらず日陰者としてね楽しんでいかなければならないんですけれどもね。はい、また無駄話が多くなっちゃいましたけれども、もうすぐゴールデンウィークですね。また自粛になっていますけれども、私の方の動画はねゴールデンウィーク中もお休みすることなく、続ける予定でございますので、よろしかったらね遊びに来てください。ではまた。